でもこのコーナーは抜けれない、はい、恋愛川柳コーナー、イエーイ。早速恋愛川柳を読んでいきたいと思います、はい、今回のテーマは、はい、彼の行動にショックというテーマで、マーコさん、はい、ごめんなさい、どうしたコンタクトが乾いちゃって、マーコどうした、目がね開けれなくなっちゃってたから、いいですよ、はい、本番です、はい、恋愛川柳今回は、はい、彼の行動にショック、はい、いい、じゃあ読んでいきましょうか。じゃあラブハンターデンジャラスサトシね、サトシさん、あ、ケイさん、ケイさん、26歳の方からいただきました、ありがとうございます。こちらです、どどん。それだけはさすがに捨てて、抜き鼻毛それだけはさすがに捨てて抜き鼻毛。なるほど、彼の行動にショックということで。そうだよね、いや どんなに好きな人でもパッて出てた時にハッて思っちゃう時あるよね。知ったね、うん、やだ、え、これ多分こ私でも抜くの好き。いやだ、それどっちの意味で抜くなの、うん、いやいや、どういうことなんなのこの流れで、そのゲスのぶっこみなんなの、いらないぶっこみなんなのそれごめんじゃいだからその痛がるのも好きなの、なんかこうやってやってさ、じゃあ抜いてあげるよって言って、じゃあ痛いよ痛いよって言ってるのを思いっきりガッて抜くっていうのは私、え、やだー、やできればおならとかゲップとかほう、そういうのも嫌じゃない、全然いい、うやだー、嫌なの、うん、そんなちょっとなんか村リンチョの関係になれるなんて想像つかないもん。でも逆になんかそれを乗り越えるっていうか、まあ、あ、まあね、結婚したらね、よくない、でもこの先この人と50年いるからいつかは見れると思うとさ、最初の時はまだいいかなと思って、ああ、でもなんか最初に出せなかったら永遠に出せない、いや、いいですねこの違いがね、また、うん、だからあのかぶんないね、かぶんない、一緒にゴムインターとしてもかぶんない、じゃあもう一回だけ聞くけど、うん、抜くっていうのはどういう意味ですか。いや、鼻毛は抜く、あ、鼻毛怖い怖い、なんだろうな、この合わないわじゃあ行きます、彼の行動にショック、次、はい、リーさん23歳からいただきました。忘れてる財布に携帯戸締まりも、はい、忘れてる財布に携帯戸締まりも、なるほどね、一緒に住んでんじゃないこれ、うんうん、でね、何もかもいつも忘れん坊だっていうね、で毎回言うんだよね、うん、ちょっと、うん、忘れてるよっていう、なんでだからこういう人は、こういう一緒に住み始めたら、うん、こういう些細なことにイライラし始めるっていうのはあるよね、うんうん、あるね、多分クーラーとかもつけっぱなしなんだね、ねえねえねえ、あとあの電気とかね、つけっぱなしで出かけてて帰ってきてついててだよっていうイライラっていうので喧嘩があるね、多分このリーさんは。だいたいテレビ見ながら寝てました、そう、電話気づかないのは携帯近くに置いてない、そういう人ですよ、あるわ。私もなんかその前一緒に半同棲みたいなのしてた時とかは、うん、あの靴下、そんな人、そんな時あったの、まあ、あるある、ちょっと待って、それでも7回目で初めて聞いたけどあるあるある、いや何何、いやいや私恋愛経験あるし、え、妄想でしょ、いや妄想じゃない、本当に住んでた、多分ね。メイビーメイビーメイビー。いや、その時とかでさ、洗濯ね、洗濯機に入れられてる、うん、あの靴下がこうぐちゃってなって入ってんのよ。いいじゃん。いやいや、伸ばして入れろよみたいな。洗う時に中洗えてないじゃんって思っちゃうので、やめてよっていうので喧嘩みたいなのとか。うん、あ、気になるんだ。こう濡れて拭いたタオルを床に置いとくっていうのも嫌なの。なんか、いや、拭いたんだったら洗濯機に入れるか、カゴがあるならカゴに入れなさいよと。うん、それ濡れてんのをベッドの上とかで置いてて平気ない人とかいるじゃん、はいはい、うん、もうアウト、それで喧嘩、あー、でも結構めんどい、あ、ほら俺それで喧嘩になったっつって、うん、ほら、この人反動性してた人で、 あれお久しぶりですお互い妄想になってるけどね、あ、そうなんだ、いやでも多分あると思う、うん、些細なことでね、やっぱそういうので喧嘩になっちゃう、ちなみにタオルはあれですか、うん、1回使ったら洗う派か洗わない派か行きます。私は洗う派です。私も洗う派です。洗う派。あ、やっぱそうなんですよ。新人、あれ、でもいるんだよね。バスタオルは何回か乾かして使うみたいな。お風呂上がりだから綺麗だろうって言うけど、うん、これ一回水ついてることによって雑菌がついてるからねって思っちゃう。あれ、意外と潔癖だなってみんな思ってるよ、多分。あ、マーク意外と潔癖なんだ。あ、潔癖っていうか、もうバスタオルは昔からもう、実家もそうだから、実家の時もそう、全部洗う、毎回顔用、手拭きのやつも顔用とか洗う、洗う、え、顔用とか分かれてる、顔用です、体用のタオルです、分かれてる、あの、分かれてるっていうか細いタオルあるじゃん、バスタオルじゃない、あるある、
バスタオルじゃないやつはあれ手もいけると思う。手と顔。あ、どっちもいいね。顔と手両方いいんだね。でバスタオルは体。ああ、じゃあ大丈夫、じゃあ大丈夫。のそこまでが細かくはないけどね。まあブラは3日洗わないくせになって。そう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 。そうだよ。よく見てるな。だから本当なんかでも本当そこがね矛盾かなんかわかんないけど、そのバスタオルがね洗わないって人に東京出てきて出会った時に結構カルチャーショックだったの。いや多いのよそういう人。バスタオルしかもなんかそれを借りた時にさ、すげえちょっと臭い時あるじゃん、なんかあ臭いって思う時ない。あ、わかるわかる。友達んち女の子でもえマジこれで拭いてんのみたいな。ね、そうせっかく綺麗になったのにねっていう時ありますね。そうなんだ。から洋服とか大丈夫、パジャマとか毎日じゃなくてもいいけど、バスタオルは洗いたい派。洗いたい派でございました。はい、本当に川柳ありがとうございました。はい、まだまだ募集しておりますので、ぜひぜひ。はい、川柳の方もですね、はい、LC さんのホームページの方で募集しているので、ぜひ皆さんお願いします。